の配置です。5月の後半になってきてですね、もうだいぶ暑い日がなんか増えてきましたよね。場所によっては30度ぐらいになるところも出てきまして、でぜひですね、まあ、学生の方が多く見てねくれてるチャンネルなので、その熱中症の知識をねつけといてほしいなと思って今回ね動画を撮らせてもらってます。でおそらく学校でねちょっと熱中症についてやったりとか、まあ、テレビとか見てればねある程度こう知識としてはある方もいると思うんですけど、まあ、再確認の意味でもね少しこう今回調べてきたものをまとめますんでね見てもらえたらと思います。でまずちょっと経験談から言うと、自分一回熱中症になってるんですよ。何年前だっけな、4年、3、4年前ぐらいだったと思うんですけど、もっと前かな。車の中でなったんですよね。自分その本業で仕事をしてるんですけど、その場所から、仕事場所から仕事場所まで車で移動してる時に運転してて、夏ね、もの夏だったんですけど、ちょっとね、なんか意識がぼーっとするなって思ったんです。ただそんなのって結構日常茶飯事、まあ、疲れてたりするとね、あるんで、あ疲れてんのかなと思って、で、時間があったんでちょっと車を止めたんですよ。で、休憩すればよくなるかなと思ったんですけど、休憩してもですね、こう、良くなんないと。で、どっちかというともう悪くなってって、こう、気持ち悪くなってきたんですよね。あ、やばいと思って。で、その次行くはずの仕事場のところに電話をして、ちょっとキャンセルをしてもらって、で、帰ろうと。で、帰ろうと思ったんですけど、その場所から自宅までまで車で1時間以上離れてて、でも誰も頼れないし、で、本当は良くないんですけど、もう帰るしかない。多分、自分のね、本能で、このまま悪化すると思って。で、フラフラになりながら帰って、で家着いた時にはもうほぼ立てないというか歩けなくなってて、でまあその患部を冷やしたりして、で結局熱の本当にかかったら40度ちょっと出てたのが確か体温計かなんかで、あんま覚えてないんですけど、自分も意識もおろとして、でまあ良くなったんでね、そのなんだろう、こう処理じゃない、処置かが早かったからっていうのもあるんですけど、で今回は特に部活やってる子とか、室内でも、これ室内とか室外、屋外とか関係、室外じゃない、屋外も関係ないから、そう、ちょっと知識を持ってほしいなと思うんですけど、まず、そう、なる側、みんながその熱中症になる、なる可能性があるんで、そこのちょっと対応というか考え方と、じゃあ、身の回りで熱中症らしき人がなった時にどう対応するかっていうのをちょっと覚えておいてほしいなと思います。で、まず、その自分がなる方なんですけど、一番っていうか、まあ、症状はいっぱいあるんですよ。で、これちょっとメモってきたんですけど、有名どころね、いっぱいあるんだけど、有名どころで言うと、まあ、めまいとか、吐き気、頭痛、で、体がだるい、まあ、倦怠感とか、あと汗、異常に汗をかいたりとか、逆もあって、異常に汗をかかないもあるらしい。で、あと手足がつるとか、痙攣するとか、この辺。自分はめまい、吐き気、頭痛はもろですね、すごい覚えてる。で、体が熱いのも覚えてますけど、で、これをちょっとでもなったら、すぐ休憩しましょう。まあ、もしかしたら部活の顧問がとかあるかもしんないけど、で、休憩する。これね、無理すると、自分覚えてるのは、一気に来るんですよ。急に悪くなる。で、急に悪くなっちゃって、意識がね、なくなっちゃうとか、そこまでちょっとまずいから、早めにおかしいなと思ったら休憩を入れるっていうのを徹底してください。これ無理しちゃダメです。本当に怖いから、熱中症。で、じゃあ、その、まあ、休憩するね、早めに、その、自分がなりそうになったら早めに手を打つってとか、まあ、自分にとっては大事なとこなんですけど、じゃあ、その、対応の仕方というか、処置の仕方とかになってくると、まあ、身の回りでね、なる、その、危ないなってなった時に、まずは、日陰に連れてってあげる。その、特に屋外の場合は、日が当たってると、どんどん体温が上がっていっちゃうんで、日陰に連れてってあげるっていうのがまず大事。で、次に、服を緩めるっていう。例えばちょっとこの子はあれですけど、ジャージとか着てるときに、こうやって、チャックがさ、上まで閉まってるとかあるじゃないですか。そうすると、ここで熱がこもっちゃうんで、ここを開けてあげるとか、熱を逃がしてあげるみたいなのをしてあげる。まあ、服を緩めてあげるっていう。熱を逃げるようにね。で、体を冷やしてあげるのがすごく大事なんですけど、冷やしてあげるとき、まあ、ペットボトル、冷たいペットボトルとか身近だったらね、まあ、冷やせるものがあったら一番いいんですけど、氷のとかあれば一番いいんだけど、ここの首筋ですね。こことか、あと脇とか、あと足の付け根。ちょっと見える、足の、見えないか。ここ。付け根ですね。この辺を冷やしてあげる。そうすると、体が冷えやすいんで、その首筋ね。首、脇、足の付け根を冷やすっていうのをぜひ覚えておいてください。これは、おでことかでもまあいいらしいんですけど、ただこの3箇所がやっぱり一番体を冷やしやすいらしいんですね。なんでこの3箇所をぜひ覚えておいてもらえたらと思います。で、次に、まあ、水分補給が大事ってよく言うじゃないですか。これは熱中症にならないためにも細かく水分補給するっていうのはすごく大事なんですけど、やばいな、ちょっとおかしいなと思った時に、まず、もしまずね、その
かしいなっても身の回りの方が意識がなかった場合、そしたらもう速攻で救急車呼ぶ。意識がなかったらもう絶対救急車呼んで、で、まあ意識があるけどフラフラしてるって。で、吐いちゃってる場合は水分を取らせるとなんか良くないんだって。まあ吐いちゃうのもあるだろうし、詰まっちゃうってもあるんで、まあ意識がなかったり、吐いちゃってる場合は無理に水分を取らせないで、もう救急車呼んじゃった方がいいらしいんですけど、水分が取れる場合は、特にスポドリですね。スポーツドリンク。これは水分と塩分が一緒に取れるので、特におすすめらしいんですが、あと経口補水液とか。あの辺を、取らせてあげる。こう、ね、日陰で休ませてあげながら、そのね、患部を冷やしながら、ちょっとずつ飲ませてあげる。っていうのをぜひやってあげてください。で、あと、本人が、あんまちょっと動けなかったりするときは、日陰で、例えば肌をこう出てる部分ありますよね。ここに、冷えた水、冷水をかけてあげて、本人にかけてあげて、うちわとかで仰いであげてください。かけるだけじゃなくて、かけて仰ぐっていう。それをやってあげると、その場所からどんどん体が冷えていくので、とにかく体が冷やすのが大事なんですよ。なので、まあこの辺、服を緩めてあげるとか、あとはその首筋、その脇、足の付け根を冷やす。で、水分を取らせてあげるとか、あとはその水をかけて仰ぐっていうのをぜひね、やってあげてください。まあまだね、5月なんでそんなにね、めちゃくちゃ多いっていうわけでもないんですけど、確か4月の末から2週間ぐらいで、学生、小中高生だけでも100人ぐらいも熱中症で運ばれてるらしいんですよ、救急車で。それぐらい身近に起きることなので、自分はね、元気だから、運動してるから関係ないっていうふうに思わない。室内で部活してるから関係ないとか思わない。身の回りで起きるかもしれないし、自分自身に起きるかもしれないので、ぜひね、今回ちょっとまだ簡単なことしか説明してないんですけど、これぐらいまず覚えてもらって、で、興味あるというか、もうちょっと詳しく知りたいなっていう方は、熱中症とかで調べてもらえれば、いろんなね、サイトが出てくるので、その辺で覚えてもらって、ぜひね、いざっていう時に活かしてもらえたらと思います。